私は観音の名前で知られる観自在菩薩。心もこれといった一定の形を持っていない。そしてケラケラ笑っている。案外大人の方が深い響きを持った言葉だぞ。よく聞くことができるだろう。死が訪れる時にはそれを素直に受け入れることができるだろう。スカッとした空になりきれたなら、たとえ追い足に直面したくない、大切な人と別れたくない、そういったさまざまな気持ちが湧き上がる煩悩と呼んでいる。